カチャンネルの翔です。今回の動画なんですけど、近所のスーパーに買い物に行ったらですね、見つけてしまいました。こちらです。そうです、ソードアートオンラインのですね B5 になるんですけど、下敷き全3種類なんです。こちらがあったんですよ。棚にですね S 字フックであったんで、最初なんだろうと思ってですね見たら、はい、こちらの下敷きでした。でこれがですねサントリーとソードアートオンラインのコラボみたいです。ここちょっと書いてあるけどね、ここがサントリーの商品ですね。こちらをですねこの書いてある本数買えばもらえるってことで、全3種類だったのでもうちょっとすぐですねパパッとコーヒーを本数揃いました。ベルカチャンネル、この書いてある375mm から 650mm っていうのがピンとこなかったんですよ。これ4本いるんですけど、普通の自販機に入ってるカンカンのやつ、あれってこれに該当しないんですよ。280とかそのくらいしか入ってないので、この375mm のまずこの一番下の部分でさえ足りないというわけなんですよね。なのでどうしようかなと思ったらですね、この下このボスラテベースのやつだと2本で済むんですよ。あ、じゃあこっちにしようと。値段的にもですねそっちの方が安く済むので、はいということで、このクラフトボスのこの優しいコクと爽やかなコク、こっちはミルクティーか、でこっちがカフェオレかな、これを3本ずつ買いまして、計6本買ったので、こちらの3枚がすぐ手に入りました。アリス、アスナ、キリト、この3種類だけだったので簡単でした。ベルカチャンネルでですね、あ、じゃあもしかしてまだ何かあるんじゃないかと思って他のところも見に行ったらですねありました。別の作品なんですけど、こちらです。ご注文はうさぎですか、ココアのオリジナルクリアファイル A4 サイズと A7 サイズですね。こちらがですねありました。ココア可愛いですね。 A4 とこの A7、 こちらがですね森永製菓の食品を2個買うともらえるってやつだったんですよ。どうしようかなと思ったんですけど、ちょうどそこに並ぶようにあったのが甘酒これがありました。なのでこれをパッと取りまして、でもらってきました。ベルカチャンネル、後ろに森永とご注文はうさぎですかのコラボっていうのが分かるように裏に書いてありますね。いつこれが始まったのかっていうのも分かんないんですけど、こういうのならですねもう行って楽しいなと本当思います。はい、ということで今回はサントリーのコーヒーを買うとソードアートオンラインの下敷き、森永の方で甘酒などを買うともらえるご注文はうさぎですかのクリアファイルの紹介でした。スーパーに置いてあるのもなくなり次第終了だと思うので、行かれる方は早めに行かれた方がいいかもしれないですね。ということで今回の動画はここまでです。俺にかかってこい。